素敵なファッションを学ぼう。すげー、自信はあるタイプ。ヘリーさん大丈夫？さっきの人有名人じゃん。少しでもチャンス広げないとな。ネイティブキャンププレゼンツ、竹荘の世界進出ワールドチャレンジでございます。今回も始まりました。さあ今回の企画はですね、ここバンコク、今サイアムという場所に来てるんですけども、バンコクの原宿みたいなとこなんですけど、ちょっとねやっぱりこれから世界進出していくに向けて、各国のやっぱり最先端ファッション、ストリートファッションみたいな、そういったところにやっぱりねちょっとシフトしていかないと。まあまあいいもん来てるんですけど、僕もやっぱりほら50代に突入して、若者のトレンドみたいなもん、多少やっぱ距離が空いてきてるとは思う。多少ね。ソウさん今何歳でしたっけ？50歳。はい。ただまあファッションとかいろんなものでその差をこう縮めていくことは私できると思ってるんで、今日は強力な助っ人を呼んでおります。はい。バンコクのストリートファッションに詳しい著名人をお呼びして、その方に竹荘がバンコクでも有名になれる素敵なファッションを学ぼう、そういう企画でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ早速ね、その方と待ち合わせてる場所に向かいたいと思います。ファッションリーダー会いに行くぞ。レッツゴー。先のお店でちょっと待ち合わせをしているんですけど、あ、いたこのお店の前ですごい。サーリーカーはじめまして、そうと言います。私はカチャです。カチャ君。カチャさん。カチャさんよろしくお願いします。クリスコミソー。あ、ソーさん。ソーさん、オッケー、オッケー、パーフェクト。Okay, I'm really enjoying this. I love Thailand. I love Bangkok. Yeah. I love Thai food. Thai food? Yeah. I love Thai girls. ぜひ、カチャさんのおすすめのファッションで私をコーディネートしていただきたい。Okay. Okay. I'm gonna help you. タイの若者にも人気が出そうなファッション、これを教えていただきたいと思います。Okay. Okay. Thank you. このお店。Yep.早速行きましょう。行っててもいいや。おい。あら。ちょっと私が一人では絶対来なさそうなタイプのお店ですけどね。僕は。What kind of fashion or what kind of shirt you like? Up to you. Up to you. Right. もうすべてお任せです。どうかな。カチャさん。はい。まあ。バンコクではどういうタイプのファッションが人気があるんですか？เรื่องแฟชั่นนะครับในกรุงเทพผมว่าเขาแต่งกันหลากหลายมากเลยนะไม่ตายตัวเลยครับเขาจะแต่ถ้าโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยมันก็ได้วัฒนธรรมจากญี่ปุ่นมาเหมือนกันเวลาผมแต่งตัวเลือกอิสเซอรี่บางชิ้นหรือเลือกเสื้อเลือกอะไรก็ตามครับชุดนั้นผมโลโก้見たことあるんですけど。เสื้อที่ทำออกมาล้อเลียนครับได้อินสปายมาจากนารูโตะ。นารูโตะそういうことなのね。太めのデニムいまして、こんな一個も持ってない。50年で一度も買ったことない。一度も。I love this one. これ。Break. Break. Yep. このシャツ。これに。もうなんかちょっとストリートの感じ、ビーボーイみたいな感じなんですよ。かわいい。なんか安い。Some bag or maybe some shirt。これだけでは足りないね。さらにこれに足していく。これキープね。あ、まずこれ着る。OK。はい。ファイト。ファイト。Thank you。行ってきます。どうなるか。あ、まずはこんな感じになってきました。なんか今までにない感じ、生まれて初めての感じ。It's okay. この首のとこすごくいいです。首いい？センスある。こんなの着たことないけどこれ。カバンをバッグを。なんか大学生みたいになってさ。なあ。パラ塾いるかもしれない。なんか法政大学みたいな感じなんですよ。専修大学かな。お、螺旋階段登って2階に向かってます。いいかな、俺これ行けてんのかな。お、なんかアベンジャーズ出てきた。うわ、
こにアイアンマンとかサノスとかあるじゃん。おしゃれですね、タイのお店。なんかね、ほんとストリート若者の感じだね。若者のファッションだね。そうさ、そしたら僕と彼だけで完成のファッション決めるんで。 OK、 一回ちょっと離れ て任すわ。はい、任してください。静かに待っとくわ。よろしく。ちょっと不安げだけど。3、2、1。すーげー。東京これ行ける？街も行ける？街、あのプライベートも行ける？ผมใส่เดินประจำถ้ามันถ้าเป็นผมอะผมรู้สึกว่าไม่อาย I'm shy I'm proud เลย also believe in yourself believe in the 自分を信じていればそれでよしということね。ファッションっていうのは楽しむことだと。だからまあ楽しむ心が俺の中にあって、これでファッションは完璧だと思ってればそれは100点ってことだ。ここは OK だね。 100% 100% なんか西成みたいな感じだよ。大丈夫？西日暮里みたいなこと？どういうこと？街を歩いたら声かけられるかもしれないですね。違う意味の声のかけられ方だよ多分これだと。これはまだ全く分かってない。でもカチャーがいいっていうならタイならありなのかなって思ってる。タイならなんか南米の昆虫みたいなのが俺の方に近づいてきてるんだけどこれカチャさん、これあ、本当？これなら俺を輝かしてくれるってさ、メイクミーシャインだってよ。どう？スーパーモデル。スーパーモデル。スーパーモデル、スーパーファッション。おい、ウェイウェイ。100%?300%?300%。タイ、綺麗な女性多いですね。あ、そうね、可愛い女の子多いよ。カチャさん、ちょっとさ、この辺の女の子とかにさ、ファッションどうって聞いてもらえるかな。どうすか、ボーイフレンドがこういうファッションでデートに迎えに来たら。あはっ人がね、ちょっと考える。え？ちょっと考える？どういったことを？ああ、これこれにハマっちゃいそう。ああ、確かに自信はあるタイプ。ありがとう。俺評判悪くないのかな？うん。もう一人ぐらい聞いてみたいな。Next one、Next one。ファッションที่เป็นยังไงบ้างครับแฟชั่นเป็นไงบ้างคะเท่ดีค่ะเท่ดีค่ะขอบคุณเท่ดีขอบคุณเนาะเอาแต่งร้อยเลยค่ะ 80% 95% โอ้มันเนี่ย好評だね。ちなみにボーイフレンドがデートにこのファッションで迎えに来たらどうしますか？ไม่ดีมากกว่าเลยค่ะค่ะจ้า大丈夫家帰るって言ってるよ。おいおい、これ違うんじゃないか。もう一人行きましょう。なんかおかしい空気になってきたよ。わお、ファッションどうですか？10点のうちの10。え、ガチャさん。え？さっきの人？さっきの人有名人じゃん。100万人以上フォロワーのいる。ソウさん何してるんですか？美白だね。美白？どうして急に？なんかタイの俳優さんはなんか黄色が人気出るらしくて。ちょっと俺黒すぎるらしいんで美白目指してんだよね。
頑張ってください。少しずつ美白手に入れようかなと。大事な一歩です。マジ腕より白いんだよ。ワカオみたいなのが人気かと思ってたら美白が人気なんだって。少しでもチャンスを広げないとな。うまい棒チャレンジ、イエーイ。チャンネル登録ボタン押してね。